村雲。村雲は大日本帝国海軍の吹雪型駆逐艦5番艦。村雲の艦名は帝国海軍の艦船として、篠の目型駆逐艦、村雲に続いて2代目である。1929年、昭和4年5月に竣工した。同系後から八番艦は艦名に雲がつき、村雲、篠の目、薄雲、白雲、四隻は吹雪型駆逐艦の、 軍久とも呼ばれた。1942年、昭和17年10月、サボ島沖海戦で沈没した、重巡洋艦古高の乗員捜索後に米軍機の空襲を受けて大破し、来撃処分された。1927年、昭和2年4月25日、藤永殿造船所で寄港された。翌26日、第39号駆逐艦の官兵が与えられた。 1928年、昭和3年8月1日、村雲と改名され、9月27日に浸水、1929年、昭和4年5月10日に巡航した。同計6から8番艦の篠の目、白雲、薄雲は、前年7月に巡航しており、村雲が第2艦隊、第2水雷戦隊の第12駆逐隊に編入されて、運休4隻が揃った。 他の三隻は駆逐隊を展示た時期もあったが、村雲は太平洋戦争開戦まで第12駆逐隊に所属した。春行二か月後の7月9日、第二水雷戦隊が文後水道で演習中、午後10時頃に駆逐艦、餅ちづきが村雲の上に衝突した。村雲上位に1名が死亡し、2名が負傷した。餅ちづきは駆逐艦3日月に、 村雲は白雲に栄光され、呉に寄稿した。1931年、昭和6年12月1日、篠の目が第20駆逐隊に編入し、第12駆逐隊は村雲、薄雲、白雲となった。1934年、昭和9年6月29日、演習中に駆逐艦の三行と伝が衝突した。村雲と駆逐艦初雪が切断された。 三雪の監渉部分の栄光を試みたがームで、見失い、翌日も捜索したが発見できなかった。1935年、昭和10年4月、満州国皇帝の府議が、戦艦比叡をお召し艦として来日することになり、第十二駆逐隊が比叡の具部艦に指定された。第十二駆逐隊は、比叡を護衛して、日本と中国大陸を往復した。9月26日、 村雲は三陸沖で演習中、台風により多数の艦が損傷する第四艦隊事件に遭遇し、艦舶などが損傷した。10月10日から呉海軍交渉に入居した。1936年、昭和11年12月1日、篠の目が第十二駆逐隊に戻って、再び四隻体制になった。第十二駆逐隊は1937年。 昭和12年12月1日に、第二水雷戦隊、1938年、昭和13年12月15日に、第二航空戦隊、1940年、昭和15年5月1日に第一艦隊、第三水雷戦隊に編入された。7月以降は、第二図開艦隊に編入され、日中戦争に伴う家中での沿岸作戦。 北部仏印真鍮作戦などに参加した。保電子の強化湾、南日水道で海上封鎖の任務中、薄雲が日本軍機雷に触雷して大破し、村雲は薄雲を台湾まで栄光した。薄雲は10月15日に第十二駆逐隊から除かれ、十二けるは三隻となった。強化湾に停泊中の村雲には海賊がたびたび訪問し、 中杉清次艦長や士官が海賊の根拠地を視察するなどの交流があったという。11月3日、村雲は呉に戻った。1941年、昭和16年4月下旬から8月上旬まで内海西部で訓練を実施。8月13日から第12駆逐隊3隻は佐世保海軍交渉で修理と整備を行った。9月12日、 村久本篠の目が次年度に第12駆逐隊として空母総流、飛龍と第2航空戦隊を編成する内示があったが太平洋戦争の海戦で実現しなかった。9月26日、佐世保を出発して瀬戸内海に移動し訓練に従事した。11月20日、第12駆逐隊の村久保、篠宮、白雲はマレー作戦に参加するため桂島沖を出発した。 太平洋戦争開戦時に第十二駆逐隊は第三水雷戦隊に所属しており小沢寺三郎中将南図海艦隊司令長官指揮下でマレー作戦に従事した12月17日ボルネオ島攻略作戦に従事していた篠ノ目がセリア付近でオランダ軍飛行艇に空襲され沈没した村雲は捜索を行うが乗員は全員戦死し 沈没の痕跡しか確認できなかったという。第十二駆逐隊は村雲、白雲の二席となった。南方作戦が一段落した後、平純に由良や第五水雷戦隊と共に、ライン作戦に参加した。三月一日のバタビア沖海戦で、第十二駆逐隊は、第五水雷戦隊や、十純三熊、十純西条第十一駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、 駆逐艦式並藤と共同し、連合軍艦隊の従順ヒューストンと、軽巡パースを共同で陳した。東秀夫艦長は軍装を整え、軍刀を持って環境に立ち式をとったという。両艦撃沈後の午前3時30分、第十二駆逐隊は、ソワー東栄島西方約5回里で、オランダ海軍駆逐艦を発見、砲撃した。エベルゼンは、 炎幕を張り逃走したが、セブクジまで座礁、放棄された。朝、エベルツェンを発見した村雲は、総裁艇を派遣して、無人の艦内を調査し、ビールやジャガイモを見つけて食卓に供したという。調査隊が、離艦直後、エベルツェンは爆発して失われた。3月10日、白雲は、第20駆逐隊に編入。村雲は、第3水雷戦隊の、第11駆逐隊。 初雪、白雪、吹雪に編入された。6月上旬のミッドウェー海戦で、第3水雷戦隊は、戦艦ヤマトなどの主力部隊に随行した、村雲が交戦する機会はなかった。7月15日、第11駆逐隊司令に、杉野周一大佐がついた。同月中旬、インド洋方面通商破壊作戦、B 作戦が発動され、第3水雷戦隊など、 参加艦艇がマレー半島西岸メルギーに招集された。空母の援護もなく、小船打法を目的とした作戦に、水雷戦隊の指揮は下がったという。8月8日、米軍がガダルカナル島に上陸したため作戦の中止が決定し、集結した各隊はダバを経由して、トラック白地やソロモン諸島へ向かった。8月24日、第3水雷戦隊は、 第8艦隊、司令長官三河軍一中将、外南洋部隊に編入された。25日、村雲など、第11駆逐隊は、ラバウルに到着した。8月24から25日の第2次、ソロモン海戦で、ガダルカナル島への輸送船団が撃退された。日本軍は、高速の駆逐艦で物資の輸送を行う、通称ネズミ輸送を容疑なくされた。 8月28日14時、村久本駆逐艦嵐、駆逐艦や良いと小海底3隻は、クレチンジフ第3特別陸戦隊、海軍陸戦隊、約770名を輸送するためラバウルを出撃した。軽巡天竜第17駆逐艦隊の裏風、谷風が護衛し、29日18時に、パプアニューギニアのミルンワンダビ東方で揚陸に成功した。 30日、村久本浦風、谷風は順次ラビを立ち、それぞれショートランド白地へ向かった。9月1日、村久本駆逐艦夕立は、陸軍川口市隊の集艇が東洋陸作戦、有輸送を支援するため、輸送船2隻、佐渡丸、朝香山丸を護衛して、ショートランド白地を出撃し、途中まで同行した。この大発動艇による輸送作戦は、 ハロート米軍機の襲撃により、大損害を出した。9月4日午前3時30分、夕立隊、夕立、初雪、村雲と、浦波隊、浦波、四季並、有明の駆逐艦6隻は、ショートランド白地を出撃。同日8時54分には、第3水雷戦隊の軽巡川内、駆逐艦両風、駆逐艦降風、駆逐艦開風が、ショートランド白地を出撃。 それぞれガトへ輸送作戦を実施した。作戦と並行して、ユーダ地帯は、ルンガ白地に突入して飛行場を攻撃、さらに駆逐艦、高速輸送艦グレゴリー・トリトルを撃沈した。9月7日、両風、甲風、海風、村雲、初雪は、ガトーへの輸送を実施した。ガトー第13設営隊長、岡村特徴少佐は村雲に、 陸軍集停機動隊の救助を伝え、報告を受けた第8艦隊が対応に追われた。9月10日夜、村雲、浦波、四季波は遭難した陸軍川口支隊の集停を収容するため、ショートランド白地を出撃してサボ島が東方面を捜索、村雲は収容した陸兵を11日夜に、河カミンボへ揚陸した。9月13日、航風、海風、 ウラ村雲、夕立は、ガトウへ突入するが敵艦隊は発見できず、対地砲撃を実施した。9月14日、深夜、川内と嵐、甲府、海風、浦波、四季波、白雪、村雲は、ガトウ輸送のためショートランド白地を出撃し、川内と嵐を除く駆逐艦六隻で揚陸を行った。9月18日、嵐、海風、 高風、両風がガトー輸送を実施し、川内特区間浜風、浦波、白雪、村雲はガトー砲撃を行った。同時期に行われた日本陸軍のガトー総攻撃は失敗し、日本軍は高速輸送船団による大規模な輸送とヘンダーソン基地艦砲射撃を計画した。10月1日、初雪、白雪、村雲、 吹雪でガトウ輸送作戦を実施するが、空襲開始中に、初雪が火事故障を起こしたため、残る3隻で、陸軍青葉市大司令部80名、両職等のガトウ輸送を実施した。10月4日、しぐれ、吹雪、白雪、村雲、駆逐艦綾波は、ガトウ輸送を実施した。10月7日朝、水上規模艦日清と駆逐艦六隻、秋月、しぐれ、吹雪 白雪、村雲、綾波は、ショートランド白地を出撃したが、天候不良で零式艦上戦闘機の名声ができず、日清と秋月は帰闘し村雲なども席で、ガトウ輸送を実施した。10月上旬、ガダルカナル島で苦戦する日本陸軍第17、軍司令官、百武春吉中将は、兵員の増援より、食糧弾薬こそ必要と、各方面に要請した。 そのため車両、重火器を搭載可能な日清と水上規模艦地とせを輸送作戦に投入し、護衛に、村雲、秋月、綾波、浅雲、夏雲、白雪の、計六隻の駆逐艦が指定された。10月11日朝、村雲など八隻は、ショートランド白地を出撃し、ガダルカナレ島へ向かった。援護の霊式艦上戦闘機のうち六機が、 日没まで名江市予定通り会場に着水したが、2名が死亡した。揚陸作戦は成功した。輸送作戦と並行して、ヘンダーソン基地艦砲射撃が計画されたが、11日夜のサボ島沖海戦でフブキとフルタカが沈没した。報告を受けた、三河司令長官は、第六戦隊及び駆逐隊は即に突撃敵を攻撃撃滅すとともに日、日進。 戦災を収容すべしと指示し、ショートランド白地の川内など、第三水雷戦隊にも日清隊の支援を命じた。日清は10月12日未明、第九駆逐隊の朝雲と夏雲には、従順絹さと合同して敵艦の攻撃を指令し、村雲と白雪には、古高上院の救援を命じた。白雪と村雲は現場に向かったが、古高や上院を発見できず、 敵の大型艦を認めて来撃したが命中しなかった。二隻は、ヘンダーソン飛行場の空襲圏内から離脱を、試みたが夜明けとともに米軍機の空襲を受け、村雲は完備に被弾して、スクリューを喪失し、続いて一番砲塔魚雷発射艦への直撃弾頭で、上部構造物を破壊され、戦闘不能となった。初雪が救援に到着し、 東秀夫艦長と、本田俊春水雷町以外の乗組員を収容して、退避した。朝雲と夏雲が到着したが、夏雲は空襲を受けて沈没し、朝雲が乗組員を救助して被退した。十二日午前七時頃に、第三水雷船隊が、日清に合流して護衛し、川内と第十九駆逐隊の秋月、綾波が、正午頃、村雲の救援に向かった。 16時40分に朝雲、白雪と合流して両艦が村雲を栄光することになり、日没後に炎上する村雲を発見した。村雲に、第11駆逐隊司令の杉野が改めて、総員退去を命令したが、東は退官しなかった。白雪の菅原六郎艦長が説得に赴き、東を連れ帰った。東は、杉野の手を握りしめて泣きながら謝罪していたという。 白雪、朝雲は炎上士官備が切断された村雲の栄光を断念し、白雪がライン撃で処分した。米軍が記録した沈没地点。11月15日、村雲は除籍された。一命を保った東は、その後、駆逐艦親氏を駆逐艦下月艦長を歴任し、終戦後は駆逐艦切風の艦長等で、福音業務で活躍した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。